皆さんこんばんは、原田ゴルフ原田修平です。番組始める前に公式 LINE のご案内です。原田ゴルフの公式 LINE が登録できますので、ぜひ、5大特典もしくは6大特典になってますのでね、有料メルマガとかいろんなコンテンツありますから、ぜひぜひ参加、有料は無料になるっていうね、ぜひ参加してみてください。ということで、今日のテーマですけれども、芯に当たらない、なんかこうボールがこう、どうしても力が伝わらないという方、何を直したらいいかって、これをちょっと解説したいと思いますけれども、そういう人の特徴というのがありまして、ここを修正するとボールにうまく当たる、そんな解説をしていきたいと思います。そういう方ってどういう、スイングをしているか、ちょっと、特徴をやってみます。どういう形か、まず構えてこういうバックスイングするんですね。こういうスイングチェック。でこれどういうことかっていうと、まあシンプルに言ってみて、皆さん分かる通り、こうやってフェースが開いてますよね。でこのフェースの開いたところからクラブが上がっていくっていう、でこの直し方っていうのをちょっと解説したいと思うんですけれども、まずね、何が原因かっていうのはグリップなんですよ。でグリップ、どういうグリップをしてるかというと、そういう方ってこういうふうにこうやってギュッとわしづかみで握っちゃってる。でそうすることでこのシャフトのラインに対して手がどうしようか、下から下に存在している状態になるわけですね。でそうするとね、クラブをこう思いっきり握っちゃってる状態になっちゃうわけで、実際どういう感じかというとね、こう少しこうね、つるようなイメージにしてほしいんですよね。この下の3本で握るような、こういうふうに、でその後こう支えるだけです。この2本はね、下3本でしっかりと握る感じ、これを覚えてください。そうすると、ね、右手ってそんなに強く握らない感じになります。上に存在してる感じ、右手がね、下に存在してないんですよ。まず上に存在している状態、そうすることで右手で上げれなくするんですよ。まず、ね、こういうやり方しようとするんですよ。こうやって右手で上げるんで、こうやってこうやって、もともとこうやって手を平を上向けておいて、いつでも上げやすいよってこと。そうですよね。例えばこういうトレーニングもそうだけど、持ち上げるっていうと手のひら上向いた方が、下に向いてると持ち上げづらいですから、一回ねじろうとする動きで持ち上げます。これをやってしまうんですよ。なのでこの状態を作らないで、初めがこういうふうにこう引っ掛けるような感じでしょうか。でこうすると、今までこうやって上げてた人はどうなるかというとね、上がりませんってなるわけですよ。どうやって上げるのって話になってくるわけで、この時に理由が分かるんですよ。どういうことかっていうと、頭を動かすなっていうのと右手で上げるっていうのがペアになってるんですよ、そういう人たちって。なんでかっていうと、頭を動かすなっていうふうに教わるわけ。そうするともう頭動かないから手しか動かないんですよ。だからこうなるわけで、僕らはどうするかというと、グリップをこうしてもう手上がんないから、ほらちょっと頭動いてるでしょ。少し頭をちょっと動かすんですよ。動いて見えないでしょ、こっちから見て。ちょっと動いてるの分かるかな。だけどそんなに動いてるように見えないはずです。そのぐらいでこう打ってるんだっていうこと、これねすごく重要なことなんですよ。ってびっくりすると思うんだけど、このぐらい動いてますよね、このぐらい。そうするとほら、クラブ見てください、簡単に動いてくれます。こうやって何にもしなくてもほらクラブが動いてくる。だからちょっと頭って動いていいんです。これをまず覚えてみてください。でもそれじゃあボールがどこ見えないじゃないですかっていう方いると思うんで、でこれでよく僕がやる練習なんだけど、こうやってボールを目の前にして動いてもこういうふうに目でちゃんと追っておいてくださいね。これだけやってください。こうやってずっと強固に強く見ちゃうと頭動かなくなっちゃいますから、ちょっとこう目を動かすようなつもりで顔が動くような、こういう関係性、これを理解してください。そうするとちょっと目をこっちに動かす、そうするとね、体重勝手に右に乗りますから、クラブ勝手に動きます。でこの時に指に引っ掛けておくと、ここまで上がりますから、そしたらその反動を利用して
ボールを打っていただくと自然とこういうふうにクラブの動きっていうのはどうですか、こうなんか手の動きじゃなくなりますね、勝手に動きますよと。じゃこんな動きないですね、頭が動くと勝手にクラブって動くんですね。なので極端にやるとこうやってこうやってね、あのこういう人もいますよ、こうやってこれ、これでも当たるんで、だからあんまりこう強く見ないっていうことがすごく大切になってくるわけ。そうすると、非常にこう手の動きってなくなってきます。頭を止めちゃうと動かなくなるんですよ。頭が動くとほらクラブが腕がこうやって動きます。だって頭が動くとクラブが動く、頭が動くとこう動くんだ、こんぐらいの感覚ですよね。だって頭が動いて体が動く、こういう関係、こういうイメージがすごくあるとナチュラルに見えるはずなんですよね。こう手の反応というか手の動きを消したいので、手をブラブラにして、手がこう使えないようなグリップクラブで振っていく。どういうもの、どういうことかというと、こう3本ぐらいですね、3本ぐらいこう束にしてください。でこうやってわしづかみのようにこういうふうに持っていただくと、でもうほとんど握らないでね、これで体を左右に振ってみてください。でこの本当はこれをね投げてほしいの、こうやってそしたらまた怒られるね。でこうブラーンブラーンブラーンと使うと必ず背中使えるから、でこの時の手の感じっていうのを忘れないでください。この手全体がこう物体となって、こう手を使ってない感覚出ますね。でこの感じが分かったら一番いい練習としては、はいスタッフさん投げます、キャッチしてください。はい、これ投げた時に自分の胸が先に、今スタッフさんいるんですけど、スタッフさんの方に胸が向いてからポンと投げると、投げやすい。皆さん見てて分かりますよね。つまりこうやって投げた方が投げやすいんですよ。こっから正対してるところからいきなり胸あっち向けたまま投げると後ろ行っちゃうでしょね。だからなんか難しいな。でも胸が先に行って、もしくは胸がこっち向いたまま投げると簡単。ってことはこれからこういうふうにできないから、まず胸が回ってからほいっとこんな感じで行くとうまくテイクバックできます。そうするとこういうふうにこうなってこうとか、はいもう一回じゃあこうはいはいキュッってこういうようなね、まあそんなようなイメージで、なんか誰かにやってもらうとお家でね、投げ方分かるとテイクバックの仕方、これが分かってきます。つまりここでこう投げるように、そうするとブランブランの投げた状態から打っていく。これでかなり手上げって治りますよ。つまり、ね、手で上げないでね、まずねちゃんと低くこう胸を回すのが先なんですよ。それからクラブ勝手に動いてと手打ちって治りますからね。これめちゃめちゃ重要ですよ。ただこれをやるとこうなっちゃう人もいるんですよ。これが分かっちゃってるんだけどこうなる人、クラブ上がんないみたいな、クラブ上がんなくて上がったらあれ左行っちゃうみたいな、こういう人がこのレッスンをすると出てきます。手の運動がどうしても消えないって言って、これねちょっと あることができてない人が多いんです。これはグリップね、左のグリップを見直してください。一つ目はね、正しくセットすると腕はダランとにこういうふうな腕の位置、クラブは斜めにセットされてますからこういうふうに斜めになってるんですよ。こういうふうにね、こうインサイドに引く人はどうなってるかというと、こうじゃなくてこういうふうに握るの、こうじゃなくて、そうするとこの左の手首のがこんなふうに上げれ構えられないので、こうやって伸ばすんですよね。直角にセットするとこういうふうにで伸ばすとここが外れてくるんですよね。そうするとこういうふうに小指が握りずれなくな、握れなくなってこうやってインサイドに入っちゃう。で実際はこの
小子宮っていうこうプニプニの部分をこうやって引っ掛けるから、ここに角度ができるわけで、このままバックスイング、胸を回すと、ほらインサイドに入らないでしょ、こういう風になるわけ。ここを理解してください。こうなっちゃうとブランブランって言うとインサイド入っちゃうけど、この状態でブランブランって言うと、ほらここにちょっとインサイドに上がらない形になりますよってことで、でこの形が分かると2つ目に側屈、ちょっと左の側屈、少し左サイドを潰してください。そうするとクラブがインサイドに入らない、少し外側っていうかまっすぐ引けます。それから徐々にインサイドに、こんな形になりますから、この2点をチェックしていただくと、インサイドに引きすぎないということにもなりますので、2点目でいうインサイドに引きすぎ問題も解決します。トップの時ですね、ここでクラブがこう暴れちゃうっていうことなんですよね。こう上げすぎてしまってクラブが動きすぎてしまう、これね本当に当たらないんですよ。でクラブがこうどうしても動いちゃうっていう人は、無意識にその動きを許容するという、この動きでボールを飛ばしている場合が多いんですね。なのでそれを強制的に直す方法っていうのが今日の話です。もうもったいぶったいで早く言えと言ってるんで、これはね何かというと、グリップ直せばいいんです。ショートサムっていうのにしてください。ショートサム、ロングサムとショートサム、視聴者さんこれ覚えておいた方がいいですよ、専門用語ね。サムって親指ね、ショートサムの反対がロングサム、ロングもショートも全く意味が分かってないっていう人が何でもない人って話ですけども、ロングサムのグリップっていうのがこういうグリップですね。こうに対してショートサムがこういうこれね、ショートサムにする利点っていうのが、すごくそのコンパクトスイングとめちゃめちゃ相性が良くなります。でなんでかっていうと、ショートサムにするとここがしっかりするんですよ。でそれはなんでかっていうと、このここに V 字があってこう締まるからなんですけどね。でこのショートサムにすることによってトップの位置が非常に安定する、もうほとんどクラブが立ったところで終わっちゃいますね。これ以上上がらないんですよ。でこの後こう緩むとこうなると、抜けちゃうんですね。なのでショートサムにしてグリップをここで緩めないっていうところでスイングしていくっていうのが今日のポイントになってきます。でこの運動量を少なくする、ヘッドの運動量を少なくしてコンパクトにすると、ゴルフクラブがね、安定して、簡単にこう当たるようになるっていうところですけれども、まず右手からちょっと解説しますよ。右手の、ショートサムですね。まず両方と腕でもどっちもね共通してるんですけれども、クラブが斜めにセットされるので自然に親指っていうのはこういうふうに短くなるんですよ、ショートに。これ直角に合わせるとロングサムになっちゃうから、実際は少しこう手が下がった形で斜めになっているところでセットしていくっていうのがポイントにはなります。その上で右手のここの V 字ですね、ここの部分、これをまず締める練習してみてください。親指をまず引くという動作と、あとこことここを締める、この2つですね。でこれに少しこう T を挟んで、これ折れてるけどごめんね挟んで、でこういうふうにこれでボールを打つ練習してください。そうするとトップの位置が非常にこうコンパクトにですね、一旦ここで締まる感じ、これが大体分かってくる。ここで締めてるとしっかりコンパクトに、こうですね、クラブが上がりようがないっていうぐらいコンパクトなスイングは、でバックスイングすることが可能です。で非常にねイメージ的に言うとね、全く上がってない感覚になります。あれこんなに上がってないでいいのっていうぐらいがちょうどいい。っていうのがこれ右でに対して、今度は左がすごく難しいんですよ。なんでかっていうとね、左って隠れてるんでちょっとこれじゃできないんですよね。
T が邪魔しちゃうから、なのでこの状態でスイングするんですが、トップの時でここの左のショートサムができてくるとトップはコンパクトになるんだけど、左の方がほらこういうイメージですね。ほとんど手首に角度がついてない。これが抜けて、ここら辺からこうちょっとこういう風に抜いてあげた方がこうクラブの可動域増えるんですよ。でそうするとクラブがここら辺で暴れてしまう。閉まった状態、閉まった状態するとクラブの運動がほらすごいこう抑制されてきてコンパクトになってきます。なので特にこうトップから切り返しのところでふっとちょっとこう親指の力をここの締まり具合を緩めてしまうと、そうするとクラブがこう動きが強くなってくるんですね。で結構これ意識していない方が多いので、3本しっかり握ればいいと思ってる方が多いんですよ。で3本握ってもほら親指が上にこう飛び出てきますから、ただ握るってだけじゃなくて、ここの親指のここのショートサムのこの部分を詰めてあげるような感じ。これちょっと左だとね結構難しいんですけど、まあ今これ今つけてる状態、つけてる状態でバックスイングするとこのぐらい、このぐらいしか上がんないですから、このぐらいしかね。こんな感じでスイングしていただくと、これで十分、OK なんですね。こんなんでいいです。今の踏まえてちょっとボールを打ってみると、両方の締まった状態でこのぐらいの、スイングの動きで十分バックスイングは上がってるはずね、十分上がってると思うんですけどね。あの前にこれをやってみたことがあるんですけど、はい、本当に全然上がらなくて。何がクラブが、あクラブがね、はい、このぐらいで終わっちゃう。なんかこうにしてもちょっと上がらなすぎかなと思ったことがあったんですけど、そういう風になる方って他にもいますか？いるね。だからまず結局どういうことかっていうと、ここをこの手の力を利用したいんだけど、ここがもう制御されてるから動かないわけ、うん、ええ、あとはこう足の力でクラブにこう勢いつけてあげるわけ、うん、こうやって、だからある程度こう足踏みしてあげるとクラブのこう反力が、だからこれ自体には力ない、 手に力はないんだけど、足の力でこうやってクラブを動かしてあげるようなイメージにしてあげると簡単に、だからグリップ自体は絶対に何もしないでほしいの、なのに体の動きでこうクラブの動きが生まれてくるようなイメージの中に、まあ、若干こう手の体の使い方とか手の動きが発生するっていう感覚の方が、トレーニングとしてはいいかなと思います、はい、だからこれ即としてこう鉛筆なんかをグリップするでショートサムに両方してでこれでスイングすると、ちょっと僕やってみますよ これしかできないんだから、だってエネルギーないからクラブには、このぐらいなの。で、このぐらいの時にってなった時に、あとはこうクラブがこうエネルギーが出てきますよね。この力っていうのが、この力がこうコックとかでここまでいきますよと。で自分でこうやって持ち上げちゃうとほら、でこれやると難しいので、基本的にはこれでもう腕の力を使えなくするってことですね。わかります？なんとわかりました。ちょっとやってみたいと思います手を使わないっていうのはちょっと難しいんですけど、 そういうふうにできない人は少しずつ、初め小さくていいから、こう徐々に大きくしていくような感じでやっていけばいい感じになりますので、ちょっとそこら辺を踏まえてちょっと、ということでですね、今日は芯に当たらないという方、これねクラブ手で上げちゃってる、フェースが開いちゃってるっていうのが理由になってきます。じゃあそのために直すべき方法は、まずグリップを直す、そしてこのグリップでどうすればいいかっていうところで、ちょっと頭を動かしてみましょう。それだけでね、全然こう
ナチュラルにクラブが動きますから、ブランブランにしてね、クラブを投げるような感じで、投げるような感じ、実際投げるぐらいのつもりで、それが分かるとこうクラブが後ろに入ってくるんで、この小指3本とここの、手のセットの仕方を理解して、これで、バックスイングすると、少し側屈が入れば内側からクラブが入る。でまずはグリップ、ショートサム、ショートサム、ね、手の動きを抑えて、まあさっき言った鉛筆なんか細いものを持つと、手使えなくなるから、そういう動きで、コンパクトなスイングをしていくと。あとは体の動きを使うと。感じですね。全く手が動かない感じなので、コンパクトなスイングになります。はい、ということで、このチャンネルでは私のレッスン経験を毎日公開しているチャンネルですので、チャンネル登録、コメント、高評価をお願いします。コメントをたくさん入れてくれると嬉しいです。さよなら。動画最後まで見ていただきありがとうございます。もし良いと思ったらチャンネル登録をよろしくお願いいたします。もっとゴルフが上達したいという方はオンラインサロンに参加してみてください。 YouTube では語っていない有益な情報を発信しております。その他オンラインでのゴルフ指導も行っております。家でも学べる新しいゴルフスクール、原田ゴルフオンラインサロンもよろしくお願いいたします。